はい、こんにちは、キャンパーズの小林です。今回はですね、初めてのご紹介をさせていただきます。アプリーラ SRV850 のご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、こちらの車両なんですけども、先に、言っておきます、販売車両になっておりますので、こちらの車両が欲しいなと思った方はですね、広告先をリンクしていただきまして、ご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、最初に申し上げてですね、こちらの車両は現状販売機になりますので、その点、ご理解いただきまして、ご購入いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。現状販売といってもね、物が悪いとかそういう車両ではないんですよ。ただね、故障とかっていうのがもうどうしてもつけれないですしっていうところがありまして、現状販売というような形になります。はい、ちょっと見れるところと見れないところがありますんでね、その点はあらかじめご了承ください。よろしくお願いします。ということで、こちらの車両なんですけども、結構ね、いろんなところカスタムされてあったりとかで、本当にね、お買い得なのかなと思うような車両になっております。全体的に綺麗ですしね。はい、でなおかつね、この車両の余談からスタートしていきたいなとは思うんですけども、スクーター最大排気量、世界最大の排気量ですよ。もう過言ではない、なんていうんですかね、過言ではない、簡単に言うとですね、本当にスーパーバイクなスクーターだなっていうような感じで、少しちょろっとだけね、乗ったことはあるんですけども、本当になんかもうすごい、Tmax よかったすごいなっていうような感じのスクーターだなっていう感じですね。はい、やっぱり排気量が張る分だけトルクもすごいですし、開けてね、ざっとこうブーンと走ってたら150キロぐらいまでスコーンって上がります。まだそれまでずっとね、伸びるんだろうけども、スピード出しすぎも危ないんでね、良くないかなと思いますんで、そのぐらいにしておいたっていうところなんですけども、本当にね、よく走るスクーター、このバイクは。はい、残念なことにね、大型オートマ免許の方はですね、乗ることができないような排気量になってまして、普通にね、ミッションの免許の大型限定解除をされてる免許をお持ちの方でないと乗れないバイクにはなってますけども、もう乗る価値ありな車両ですよね、本当に。他にはね、唯一無二感があります。そしてね、結構ね、スクーターなんですけど、結構重量があってですね、結構安心感があるんですよ。フロントとかもね、結構取り回しがね、実際乗ってるとこう重く感じるんですよね。逆にね、車重がちゃんときっちりね、乗ってる感じの重さなんですよ。別にそのステアリングがなんかこうダメでとかっていうわけじゃないですよ。はい、本当にね、もともとこうずっしり作られてるバイクなんですよね。かなり車重はあるみたいなのでね、だから本当にね、ワンリングしてても安心感あるような形で走っていけるような仕上がりになってたっていうのが印象的なバイクでございました。はい、こんなバイクをですね、一点一点というか、じっくりね、ご覧になっていただければなと思いまして、この動画を撮らせていただいているわけなんですけども、まずですね、まずメーター周り、ハンドル周りから、ちょっと説明していきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、メーター周りこんな感じでございます。いろんなものがついているんですけども、まず説明していきたいなと思うんですけど、まずキーオンにするとですね、まずこちらアクティブ性のメーターなんですけども、こちらアクティブ性のメーターはですね、基本テンプとボルトですね、タコメーターとかは装着されてませんので、基本的に、温度っていうのは何も、出てか RPM は出てこないっていうような感じですね。はい、でエンジンかけるとですね、はい、こんな感じですね。はい、走行距離が 14,280 キロっていう感じです。はい、でこちらの上のメーターなんですけども、上のメーターはですね、見ていただければ分かるようにレーダー探知機になっているようですね。はい、ごめんなさい、これね、テンプも取ってないのかなっていうような感じですね。ごめんなさい、勘違いしてました。はい、特に、電圧しか取ってないような感じですね。はい、そして、ここら辺、普通の純正メーターに関しましては、スピードメーターとタコメーターがついているような感じです。で、先ほど言いましたけども、こちらにはスーパーキャット製のレーダー探知機が取り付けられているようですね。それの受信機のようです。はい、で、こちらですね、こちらには結構ね、お高級なね、スマホホルダーが装着されていますね。これアルミ削り出しのやつで結構、金額が張って結構高いんですよね。はい、
アルミ削り出しタイプのいいものがついているなと思います。はい、ハンドル周りこんな感じです。全体的に綺麗かなと思います。はい、こちらちょっと傷があるんで、まあ写してもらえたらなと思います。はい、こんな感じですね。はい、で、まあフロント周り、ざっくり取っていってもらえたらなと思うんですけど、まあスクリーンもね結構かっこよくていいですよね。はい、まあ本当にねアプリエらしい本当にこうチューンととんがったタイプのね、ほんまに、スーパーバイクを彷彿とさせるようなスクーターになっているかなっていうような作りですよね。はい、いかがでしょうか。本当にね全体的に綺麗じゃないですかね。はい、まあフロントホイールも綺麗なんですけども、フロントタイヤは残り山がちょっと少なくて、もう10部中で言うとですね、まあ2、3部山ぐらいですかね、残ってるような感じになります。はい、ご相談お受けできます。交換の時はね、別にご相談お受けいたしますので、交換ご希望の方はおっしゃってください。よろしくお願いします。はい、全体的にこんな感じですね。はい、ね、先ほどちょっとまあ説明の中でスーパーキャットと言ったところがあるんですけども、こうシートの中の開けてみてもらいたいんですけど、シートここで、ボタン一つで開きます。はいですね、この中にですね ETC も装備されているようです。でこれがスーパーキャットのどうもこの何機なのかは正直分かりません。まあ、ちょっとね、お調べしてませんので、使う使わないはもうご購入者様で、ご判断ください。よろしくお願いします。ビコも受信機ですよね。はい、まあ、こんな感じですね。はい、はい、で、まあ、シートもね全体的に綺麗です。はい、破れ等はございません。いかがでしょうか。はい、全体的にねタオルというのも、はい、でリアのあれなんですけど、ナンバープレート指定なんですけども、ちょっとねカットされてて、ちょっと加工がされているようですね。はい、で後ろのね、リアのスプロケットは変更されているようです。はい、リアホイールとかも全体的に、綺麗じゃないでしょうか。それとですね、リアのタイヤもですね、ちょっと残り山具合で言うとですね、大体10部中で言うとおそらくなんですけども4部山、3部山程度残っているかなと思います。で、こちらね、先ほどエンジンかけましたので若干分かったかなと思うんですけども、アロー製のですね、フルエキマフラーが装着されています。フルエキマフラーですね。で、こちらですね、こちらに、ユーロマークですね、ついていますので、おそらくこちらは車検対応のものじゃないかなと思います。フルエキになってます。こちらはまあ買うと15万、16万ぐらいするような高級なもののようです。はい、なのでね、それが標準的に装備されてるっていう感じですね。はい、そしてセーターサンドは装着されていない仕様になってます。そしてね、ところどころね、右側ね、すみません、左側ですね、傷があったりするので、その点をね、ちょっとね見ていただきたいなと思うんですけども、そうですね、この辺だとかこの辺ですね、この辺とか、まあ、この辺ですね、ちょっとね傷があります。はい、その他は全体的に綺麗かなと思います。はい、というようなコンディションです。まあ、全体的にね、綺麗と言える車両ではないでしょうか。はい、いかがでしょうか。で、次にね、先ほどエンジンかけたんですけども、センターサンドがついてないんでね、思い切り吹かすことはできないんですけどね、エンジンかけてみたいなと思います。ご覧になってこれもいただきたいんですけども、メーターのですね、この
メンテナンスマークですね、こちらがねちょっと点灯気味になります。5分ぐらい、1分から3分ぐらい、経つとですねもうこれはあのもう光らなくなるんですけど、多分ねオイル交換の目処 のタイミングのあれやと思うんですけども、チェックマークやと思うんですけども、基本的にそのエンジンチェックランプがついているわけではないので一般的には問題ないんですけども、ここの糸がちょっと正直わからないので、まあ、そういったことも含めてですね現状ということでご理解いただければなと思います。今現状何か悪いというところは特に見当たりませんので、ご安心いただければなと思います。そしてそんな感じのね SRV の850なんですけど、まあ、あの安付き性とかについてはですね、説明させていただきたいなと思うんですけど、僕身長172センチになるんですけども、シートにちょっと深く座るとですね、まあ、両足ともにですねもうちょっとつま先で、立つような感じですね。はい、つま先、まあ、もう本当にね片足つくと左足、今右足ついてると左足は上がってるような状態ですね。ただね、まあその低い方でもです、ね、前に行けばとりあえずこう足はつくかなという感じです。幅がかなり広いので、車体自身がですね、シートの幅もあるので、やっぱりこう、足が広がるので、どうしてもちょっと足つき性は、通常に比べると、ね、日本車とかに比べるとちょっと順調なのかなというような気はしますけども、まあ、そしてね、スクーターっていうのもあるので、まあ、ブレーキはね、両手でぐっとこう、かけるような形になって、別に何も怖いことはないかなと思うような感じに見受けられるというか、そんな感じしますね。はい、で、マスターがあって汗ついてるとこんな感じにはなるんですけども、まあ、本当にね、本当にスクーターだなっていうような感じですね。まあ、ポジショニングとかもね、本当にいい感じですね。ハンドルもね、結構こう特殊なハンドルで、作り込まれているような感じなんですよね。なので、まあ、ハンドルもこう、ブレというかですね、しなりとかいうのもほとんどないので、乗っててこれいうのは安心感につながるのかなって個人的には思います。はい、本当にね、まあ、実際、まあ、乗っててもね、本当に、乗り心地良いスクーターですね。本当にこう、ワンディングとかも楽しくできるスクーターといっても過言ではないぐらいの走り、なんだってやっぱりです。アプリリアが作っているようなスポーツスクーターなわけですから、でなおかつですねもう世界一を取りに行ったわけでしょ。排気量が 850cc っていうもう世界最大級のね排気量を狙って、でなおかつもうそれに対抗するような足回りといいますか、ブレーキングチェーンのですね、を兼ね備えたようなスクーターになってますんで、本当にね乗ってて楽しいバイクになってますんでね、気になってた方はですねぜひこの車両ですね、ご購入ご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、またね紹介つながりかな、ということでね、こちらの車両 SRV850 を紹介させていただいたわけなんですけども、当店の動画ではですね、まあ、いろんな車両を紹介させてもらってますので、よければですね、ご覧になっていただきましてチャンネル登録などよろしくお願いいたします。まあ、本当にいいバイクになってますんでね、よかったらこの車両ぜひご購入ご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、今回 SRV850 のご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。